まあこれもちょっと断定的としてちょっと難しい部分があるんで、おそらくこれはアメリカのボルボの GW ではない、あ、ボルボのアメリカのボルボ GW メーカーが作っているトラックではないかなと思います。でこれは AUTOCAR ALC64B と言いまして、1897年に最初のトラックをラインオフさせたというオートカーのプライドというは、社名が変わった後も長く残り、創業以来デザインを変えなかったエンブレムが1996年にボルボに導入されまで、フロントエンジンフードを変えていた。で、オートカー製品は AC シリーズでボンネットタイプのみで 4×2 と 6×4 が用意され、ロングを BBC を示す L が付けられていた。重量上は第5車輪作りを応じて、フロントアクセル前輪が29インチにセットした FF、35インチの F、50インチまでセットバックした B の3タイプがある。ALC64B は112インチ、BBC セットバック、6×4 トラクターで、WB は161インチから185インチの6タイプ。サスペンションはイヤスも用意されていない。その代わりというわけではないだろうが、イヤスドライバーシートというのが、まあ、標準設備された、まあ、トラックということでね。まあ、もちろん、ボルボというのは、乗用車メーカーにも知られてるんだけど、まあ、あれはスウェーデンにある会社でね。で、まあ、スウェーデン本社にも、まあ、ボルボはトラックを作、トラックやバスも作っていて、まあ、そこにもあるんだけど、アメリカにもまた別の、まあ、同じボルボの会社から出ているんだけども、まあ、アメリカのトラックメーカーとしては別でこの出てるんですよね。で、まあ、他のアメリカ以外の国にも、まあ、こういうボンネット型トラックっていうのは走ってることは走ってるんだけど、まあ、かつて日本にもね、昔はこういうボンネット型トラックっていうのが走ってたんだけど、今ではまあ規制というか、まあ厳しくだったっていうか、なんていうのかな、こういうボンネット型を作っちゃいけないとか、確かそんな法律かなんかになっちゃったかなんか、ね、で作れなくなっちゃったんだよね。ただまあアメリカにはまあこういうボンネット型のトラックトレーダーっていうか、トラックっていうか、こういったものがまだアメリカでは作られてるんですね。っていうことを考えると、まあ、アメリカのトラックであることは間違いないんじゃないかと推定されるんですよ。もうこの形からしてね、まあ、こういう独特な形っていうのは、ある意味、その、イタリア、フランス、ドイツには見られない形なので、まあ、その形の形状からして、アメリカの、まあ、トレーダー、トラックであると、まあ、判断したんですけども、まあ、なかなかこれもこれで面白みがあってね、いいなっていう風に感じたトラックで、このすっとぼけたラジエーター部分ってこれブクッとこう膨れたようなね、特徴的な形がまたそのユニークさを出していてね、でそれがこの面白さというのを引き出させていて、まあなかなかいいトラックだなっていうのを、感じさせたね。まあそういう車であって、なかなかそういうところがいいなと感じましたね。どうもありがとうございました。